皆さんこんにちは。交通安全春の街頭キャンペーン出陣式が開催されました。交通安全広報大使の天狗によるコントや吹奏楽の演奏、イベント終了後には白バイやパトカーの乗車体験などが行われました。春の交通安全運動は終了しますが、引き続き安全運転にご協力ください。生活安全課からのお知らせです。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員は人権相談のほか、人権の花運動や全国中学生人権作文コンテストなど人権啓発運動を行っています。所沢人権擁護委員協議会反応部会では、人権擁護委員の日の行事として人権に関する特設相談所を開設しますのでご利用ください。日時は6月1日月曜日、10時から15時までです。会場は飯能市役所別館相談室です。費用は無料です。秘密は厳守します。お問い合わせは生活安全課、電話973-2126へお願いします。飯能市ワクワク商品券のお知らせです。とってもお得な飯能市ワクワク商品券を販売します。買ってお得、使ってお得、プレミアム付き商品券です。6月から予約受付を開始します。商品券の有効期限は平成27年8月から平成27年12月31日木曜日までです。1セット6500円の商品券を5000円で販売します。購入限度は1人当たり5セットまでです。購入対象者は市内在住の個人の方です。予約購入の方法は広報飯能6月号に織り込まれるチラシについている専用応募往復はがきに52円切手を2枚貼ってポストに投函、または飯能商工会議所に持参するか、飯能商工会議所飯能市役所ホームページからお申し込みください。また、飯能市ワクワク商品券の取扱い加盟店を募集しています。応募方法は、指定の申請書を飯能商工会議所、または飯能市役所産業振興課へご提出ください。お問い合わせは、産業振興課、電話986-5083へお願いします。環境緑水課からのお知らせです。6月は環境月間です。体験コーナーやステージイベント満載の環境フェスタ2015で皆さんで環境のことを考えてみませんか。日時は6月7日日曜日、10時から15時30分です。会場は市民会館大ホールです。幼稚園児によるバトンや中高生による吹奏楽の演奏、チアダンスやお囃子などの舞台発表が行われます。費用は無料ですのでご自由にご来場ください。同日には散策ツアーも予定しています。ぜひご参加ください。
詳しくは広報反応またはホームページをご覧ください。お問い合わせは環境緑水課電話973-2125へお願いします。国際工業バスからのお知らせです。昨年5月16日から1年間の期間で実証実験をしていたワンコインゾーンが平成28年5月15日まで延長して実施中です。飯能駅から近距離区間のエリアをワンコインでご利用いただけます。ワンコインゾーンの実施区間は飯能駅から飯能河原、飯能駅から飯能高校、飯能駅から市役所前です。運賃は大人100円、子供10円です。現金、IC カード共通運賃です。大人または子供1人につき、同伴する幼児2人まで無料です。お問い合わせは国際工業バス飯能営業所、電話973-1161へお願いします。エコツアーのお知らせです。新緑の湖州でプチクライミング体験を開催します。山岳指導員の指導のもと、岩場の安全な歩き方から身の確保の方法などを学び、ロープワークや岩場の傾斜の緩い部分でプチクライミング体験をします。日時は5月31日日曜日、10時から15時までです。集合は東阿賀の駅前広場です。現地まで40分ほどハイキングします。定員は20人で、費用は1人2000円です。持ち物は飲み物、雨具、山歩きできる服装などです。クライミングの装備品は貸し出しします。申し込み、お問い合わせは湖州ヤマメクラブ加藤さん、電話090-5560-1866へお願いします。心で感じる能的暮らしを開催します。日時は6月6日土曜日、13時から16時までです。集合は平松地区です。定員は30人で、費用は大人2000円、中学生以下500円です。持ち物は飲み物、敷物、汚れてもいい長い靴下、雨具、タオル、着替え、農作業できる服装などです。お申し込み、お問い合わせは西村さん、電話090-9841-5022へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。